鈴なりの村田明彦です。ブリの煮付けをご紹介いたします。はい、それでは魚の煮付けを作っていきたいと思います。今回はブリです。でこれもやっぱり一回霜降りした方がいいですね。皮目からちょっと、まあ、ブリの煮付けですけど、霜降りしないで焼いちゃってもいいですね。焼き霜みたいなやつもあるんで。でこうやって水の中に落として汚れを取ります。余分な鱗や汚れを取ります。でこういう青魚とかだと結構汚れが目立ちやすいのでしっかり取ってください。そうしましたら鍋を用意して、ここにごぼうです。ごぼうを入れて、でブリの身、で炊き時間はだいたい10分ぐらいです。あんまり30分もその炊いちゃうと魚が美味しくなくなっちゃうので、でも火をつけます。そして水、これは沸騰したところでもいいですし、冷たい状態でも別に構いません。よく沸騰した合わせ地で炊いた方が匂いがあんまり出ないとか言いますけども、そんなに変わらないと思うので冷たいところからでも大丈夫です。でこれもちょっと最後にオイスターソース入れるんですけど、そのオイスターソースだけ中に入れないでちょっと取っといてください。沸騰したら10分ほど炊いていきます。で炊くときに落とし蓋をしてください。で大体8分ぐらい経ったら蓋を外して汁をかけながら炊いていくといい仕上がりになると思います。でその時にちょっと生姜を入れるといいタイミングですね。はい、このまま蓋をして、まあ、トータルで10分ほど炊きますけども、8分間このまま中火で炊いてください。はい、では8分経ちましたので仕上げていきます。で8分経って、ここにオイスターソース入れます。オイスターソースはね、旨味もあるし結構便利な調味料です。で生姜です。で生姜は最後の方に入れてください。であと炊くのはあと2分ぐらいで大丈夫です。でちょっと空いてる箇所に少し青い葉っぱ、家に木の芽でもあれば木の芽でもいいんですけども、少し青いものを添えてあげてください。ピーマンでもいいんですよ。ししとうでもいいです。今回は小松菜を一株分入れました。でこれ今1分ぐらいですね。で残りの1分でちょっと汁をかけながら煮詰めていくといいと思います。この時は終始強火ですね。でなぜ10分かというと、やっぱ 10分以上炊くと身がやっぱり固くなってしまうので、10分ぐらいでとどめといた方がいいかなと思います。でこれで完成しました。盛り付けていきます。結構煮付けのごぼうってうまいですよね。あとなんか甘いのが好きな方は玉ねぎも一緒に入れて炊くと結構美味しいですよ。あ、これ今最後にごぼうを一つ下に入れたんですけども、これずっと使いっぱなしだと魚の身がしょっぱくなってくるので、何か一つ野菜でも一個下に入れとくと浮いてていいですよ。それではブリの煮付け完成です。